句決テーブル句決は、朝鮮語において、漢文を読む際に使われる表記体系である。同様に漢字を用いて朝鮮語を表そうとした表記法にリトがあるが、リトが朝鮮語を朝鮮語自体の語順で表記する方法であるのに対し、句決は漢文の間に書き入れて、漢文を朝鮮語式に読むための補助的手段であるという点が異なる。 日本の漢文訓読に類似する方法である。朝鮮語での固有語を漢字で表す、合殺とともに発展していった方法と考えられる。日本語におけるカタカナと同様に漢字やその武士をもとにしていて、中にはカタカナと同音同形の字も存在することから、両者の関係が学者の注目を浴びている。日本語の送り仮名と同様に漢字の横に小書きにする場合もある。 日本における漢文の読み下し文のように、漢文を朝鮮語の語順に合わせて返り読みする、尺読み区決と、漢文の句の間に活用語尾や助詞にあたる要素を挿入して読む順読み区決とに分けられる。尺読区決は、高麗時代朝鮮時代初期にかけての資料が残っているのみであるが、順読み区決はさらに高代まで用いられた。尺読区決においては、漢字の略字体あるいは、 がの一部分を省略した符号、すなわち自破棄を用いる場合と、確筆によって、紙に点あるいは符号を刻みつける、すなわち点破棄を用いる場合とがある。後者の点破棄区決資料は、近年になって資料が見つかり、現在研究が活発に行われている。日本のおこと点との関連が論じられることもある。順読み区決ではもっぱら自破棄が用いられるが、一部の資料においては、 漢字の字体を省略しない、本字がそのまま用いられている。字体の類似した漢字があるものは、ユニコード内の文字で代替することができる。ただし、それで破拍のすべてを表示することはできない。ニューボタンやニューグーラムといった、いくつかのフォントでは、使用領域の一部に、これらの符号を割り当てている。ありがとうございます。